ルツェルンは、スイス中部のルツェルン州に属する基礎自治体で、同州の州都。ルツェルン湖の湖畔に位置し、ピラトス山とリギ山を望む場所に位置する。ドイツ語圏に属するが、現地のスイスドイツ語では、ロツェルンと呼ばれる。また、現在の標準ドイツ語では、ルツェアンとも発音される。毎年8月から9月に、ルツェルン音楽祭が行われることでも知られる。 FC ルゼルンの本拠地がある。ルツェルンの創建については公式の記録はないが、ローマ時代、またはそれ以前には小さな集落があったと考えられている。8世紀にサンデオデガー修道院が創建され、840年にルシアーリアという名前が記録されている。その後、ロイス教周辺で死が立つようになったが、現在の歴史家は行政権が修道院から、 市民の手に渡った1178年がルゼルンの誕生した年と見ている。13世紀にゴッタルド峠を越える道が開通したことにより、ルゼルンは重要な交易地となった。当時アルザスのムルバフ派修道院がサン・レオデガー、修道院を所有していたが、1291年にハプスブルク家のルドルフが諸権利を買い取ったため、ルゼルンの自治が圧迫されてきた。そのため、 ルゼルンは近接する売り、シュビーツ、ウンターバルデンの現所3国に接近し、1332年に同盟を成立させた。この1332年という年は、都市の住民と農村の住民が手を携えたという点で、スイスの歴史においても大きな意味を持つ。ルゼルン周辺地域の支配強化を試みたハプスブルク家に対し、 ルツェルンと現所3区には1386年の全フ派の戦いでハプスブルク家の軍隊を打ち破った。以後ハプスブルク家はスイス内の領地を次々に失い、ルツェルンはスイス建国の歴史に大きな役割を果たした町としてその名を刻むことになる。1408年に完成したムゼック史壁はスイスで最も大きく保存状態の良い史壁である。 2007年6月17日、隣接自治体のリタウで住民投票が行われ、2010年1月1日にルツェルニへ九州合併することが合意された。九州合併によりルツェルンは人口約7万9千人となり、スイスで7番目の都市となった。2021年冬季ユニバーシアードの開催地、2012年の調査ではキリスト教が73%、 イスラム教が4%、その他の宗教が4%、不明が19%となっている。カペルバシー・イエズス教会、法府教会スイス中央に位置するルツェルンは、フィアワルトシテッテこと、ピラトゥス山やリギッサンに囲まれたスイス有数の観光都市である。チューリヒとインターラー県を結ぶ、幹線上にあり、ロイス川が流れる街中は、見どころも多い。ありがとうございます。